分かった気になれ。安田幸彦が23歳の時、文天出品の準備の小作品が岡倉天心の目に留まります。天心は幸彦に自分たちと一緒の場所で制作するように呼びます。そこでは横山大観、菱田俊荘らが制作していました。その中に混じって制作をしていきますけれども、彼らの制作態度に圧倒されて逃げるように家に帰ったという話があります。この呼ばれて制作したことについては、本人は生涯の最大の喜びだったとも語っています。幸彦は天心の教えを直接受けた最後の世代の一人で、終生天心の思想を支えとし、その理想の具現化を目指し、伝統と知性に裏付けられた歴史画を描いていきます。